どうもよろしくお願いします。今日は PV が公開されたブラックパンサーについて、今日はですね激烈に語りたいなと思います。いやブラックパンサー PV ですね。マーベルをこれまで見てきた方はですね、このブラックパンサーのかっこよさに痺れた方もいるんじゃないでしょうか。すごいやっぱかっこいいですよね。なんか今まで、見たそのマーベルの作品の思考とはちょっと違う、感じ、印象を受けましたけど、まあ、僕はマーベル作品の中でも一番大好きなのはそのキャプテンアメリカなんですよね。まあ、王道の、まあ、ヒーローの、王道的パターン、ってところに一応やっぱ惹かれてるんですけど、もともと弱いけど正義感強いっていうのが、やっぱり元祖ヒーローって感じがします。でアイアンマンも非常に鋼鉄のスーツを着てるところはかっこいいんですけどね。まだただやっぱり等身大としてはなんかキャプテンアメリカかっこいいなというふうに思います。でそのキャプテンアメリカのシビルウォーで初お披露目となったそのブラックパンサーなんですけど、まあ、格闘センスもさることながら、まあ、かっこいいなと作品はちょっと、まあ、期待は、してましたけど、まあ、今回の PV を見てですねますます期待度が上がりました。まあこのブラックパンサーの出身がワカンダ王国といってですね、まあ、秘境の地と、まあまあ、都市伝説的な扱いなんですけど、まあ、そこは、まあ、実在する都市で、まあ、最先端 の王国なんですね。で、まあ、噂によるとその、トニー・スタークより金を持ってるっていうふうに、まあ、言われてます。で、その、まあ、文明もですねすごく発展してるわけなんですけど、まあ、そこで、まあ、王国国王に、なれるかどうかっていうのが、まあ、今回の、テーマ映画のテーマになってますね。で、まあ、ブラックパンサーの、キャストですね誰他のヒーローとか出るのかっていうのはちょっと今のところは未確認なんですけど、まあまあ、どういう展開なのかまだ PV がですね1作品しか出てないので、まあ、今後ですね随時解禁されていくとは思いますけどまだちょっと先なので、まあこう今後、まあ、楽しみながら、ね、待ちたいなというふうに思っております。で、近々映画ですね映画出るのがそのスパイダーマンホームカミングなんで、まず、PV もどんどん解禁されてますので、まあ、とりあえずはそちらの方を楽しみにしたいなと思います。まあ、スパイダーマンホームカミングも、近々、レビュー撮りたいなと思っております。でその後はマイティーソーですねラグラノク、日本ではバトルロイヤルっていうのになってますけれども、まあ、そちらの方も、レビュー撮りたいなというふうに思っております。じゃあブラックパンサーについては以上となります。下の方ね一応YouTube ですね YouTube、紹介しておきますので、まあ多分もう見てると思いますけれども、また何度も見ていただければなと思います。全然僕ももう10回以上見てますけど全然見飽きないのでね、ぜひぜひ見てみてください。ということで以上となります。チャンネル登録の方ぜひともよろしくお願いいたします。